クロアチア、クロアチア共和国、クロアチア共、ウアー国、通称クロアチアは、東、ヨーロッパ、バルカン半島に位置する、共和制国家である。本土では西にスロベニア、北にハンガリー、東に、ボスニアヘルセゴビナ、セルビアと国境を接している。南は、アドリア海に面したい岩はイタリア、飛び地のドゥブロブニクでは東に、モンテネグと接している。首都はザグレブ。 1991年に、それまで連邦を構成していたユーゴスラビア社会主義、連邦共和国から独立した。正式名称は、クロアチア共和国で、通称、フルバツカ。公式の英語表記は、通称、クロエイシャ。日本語の表記は、クロアチア共和国。通称、クロアチア。漢字表記では、カツラチア、クレリョチャなど、クロアチア語による、 正式名称の発音は、カタカナ表記にするなら、フルバツカが近いが、フルバツカと表記されることはあまりない。クロアティアとはラテン語読みである。旧世紀になると、北方、西方からフランク王国、南方、東方から東ローマ帝国の圧力が強まった。カール大帝地制の旧世紀初めには一時的にフランク王国の半島に含まれ、 この時にカトリックを受容している。以降、クロアチアはカトリックの一員となっている。こうした中、両勢力を牽制しつつが、クロアチア統一を進め、879年にローマ教皇ヨハネス8世から独立国家として認められた。その後、トミスラブのもとで、クロアチア王国は発展を遂げるが、彼の死後しばらくして、後継者争いから内乱へ突入した。 このことが、ハンガリー王、ラースロー一世の介入を招き、次のハンガリー王、カールマーニ一世が、1102年クロアチアダルマチアの王として、大官を受けた。これによって、クロアチア、ここでのクロアチアは、ザグレブを中心とする地域とスラボニアは、ハンガリー王国との同訓連合の枠組みの中に、組み込まれた。ハンガリー王はクロアチアに、広範な自治を認め、 その際に置かれた大主、総督はバン、バーンと呼ばれた。この後15世紀にはオスマン帝国に征服され、その領域に組み込まれた軍政国境地帯の内とにあたる領域はオーストリアイコールハンガリー帝国側に残った。18世紀末までにオーストリア、ハンガリーによって回復されている。これ以来ハプスブルク体制寄りの姿勢をとり、 1848年の3月革命の際には、クロアチア人の軍人、イエラチッチが、ハンガリなどでの革命の鎮圧に活躍している。1867年にオーストリアイコールハンガリー二重帝国が成立するが、ハンガリー側に対して認めていた自治権も合わせて、実体的には、オーストリアイコールハンガリーイコールクアチア、三重帝国であったとする研究も存在する。クロアチアは、 帝国内の他地域と比較しても体制側に協力的だった。一方でアドリア海沿岸のダルマジアは他に地域とは別の歴史をたどった。ダルマジアは10世紀末にベネツィア共和国の植民地になった。複雑な海岸とそれに連なる島々で構成される。ダルマジアは天然の良好の宝庫であり、海洋国家ベネツィアにとって非常に重要な地域となった。 ラグサ共和国として、反独立していた時期もあるが、ナポレオン期のフランス帝国領イリリア州、1809年から1816年を経て、以降1815年のウィーン会議において、オーストリア帝国直轄領、ハプブルク領イリリア王国になるまでベネツィアの支配が続く。なお、オーストリア直轄となった点も、ハンガリー王国領域であった他に地域と、 歴史的性格を意味する。1918年に第一次世界大戦の敗北からオーストリア・ハンガリーが崩壊。オーストリア・ハンガリーから離脱したスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国は南スラブ民族による連邦国家の構成というセルビア王国の提案を受けてセルブ・クロアート・スロベーン、セルビア・クロアチア・スロベニア王国の成立に参加。 1929年は国名をユーゴスラビア王国に改名した。しかしこの連邦国家にはクロアチア人側からセルビア人に対して政府をコントロールしているのはセルビア人であるとする反発が大きく1939年はこの不満を解消する目的で広大なを設定したが批判も多かった。クロアチア自治州の設定だけでは満足しないクロアチア人勢力は アンティパベリッチを中心として、クロアチアの独立を掲げる民族主義団体ウスター社を設立。1941年ハンドク,クーデターによる新英政府打倒のため、ユーゴスラビアに侵攻したナチスドイツの支援を背景として、クロアチア、ダルマチア、スラボニアとボイボディナ、ボスニア・ヘルツェゴビノの一部にまたがるクロアチア、独立国を成立させる。それ以降、 ユーゴスラビア共産党を中心とするパルチザン及び、旧ユーゴスラビア王国軍の成員を中心とした、チェトニットの間で生産な戦闘が繰り返される。1945年に戦闘が終結するまでの4年の間に、強制収容所などで70万人のセルビア人が、虐殺されたとセルビアは主張している。一方で、クロアチアはその数は大げさだとしており、ほぼ同数のクロアチア人が、 セルビア人によって虐殺されたと主張している。この論争は、後のクロアチア紛争の火種となり、同じような論争が繰り返されることになった。ユーゴスラビアの混乱状態は、ユーゴスラビア共産主義者同盟が指導するパルチザンによって、ユーゴスラビアが自力解放されることによって収束された。戦後、以前のユーゴスラビアの枠組みの中で国家の再建が、 目指され、以降このパルチザン闘争を主導したヨシップブロズ、地頭の巧みなバランス感覚とカリスマ性によって、多民族国家ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は維持された。しかし、1980年に地頭が死去したことを皮切りに、幹部会システムの導入や経済状況の不安定化によって、各共和国、自治州において不満が噴出し始めた。クロアチアは、 ユーゴスラビア連邦政府に忠実な立場を取り続けたが、1980年代半ばから、スロボダン・ミロシェーヴィッチを中心とする、セルビア共国とスロベニア共和国の対立が深まると、次第にスロベニアと歩調を合わせるようになっていった。東欧革命以降、旧東欧地域で、それまで一党独裁の地位にあった、社会主義政党が自由選挙を認め民主化の運が、 高まると、ユーゴスラビアでもこれを認め1990年に戦後初の複数政党制による自由戦が実施された。クロアチアではユーゴスラビアからの自立を掲げる、クロアチア民主同盟 HDZ が勝利し、スティーパン・メシッチが首相に指名され、政権を掌握。以降ユーゴスラビア・セルビアとの関係は険悪化の一途をたどっていった。 1991年3月2日には、スラボニアの貴族、西部に、東部に、東スラボニアバラニアを呼びにし、スレムセルビア人自治州をめぐって、クライナセルビア人自治区軍との間で睨み合う事態、とり、3月31日には、プリトビツエコ軍で両者が衝突し、死者を出す事態となった。クロアチアの独立を目指す準備は着々と進められており、 5月19日には独立の可否を問う国民投票が実施され93%の圧倒的多数が賛成票を投じた。これを受けて6月25日、スロベニアと同日に独立を宣言した。一方で、クロアチア領内にも多く住むセルビア人はクロアチアの独立に反対していた。この地域はクライナセルビア人自治区、クライナセルビア人共和国として クロアチア政府による統治を拒否する構えを見せた。また、セルビア人保護を目的に、ユーゴスラビア連邦軍がクロアチアに介入した。これに対抗したクロアチア軍は、9月半ばには、ユーゴスラビア軍との全面衝突クロアチア紛争へと進む。結果1995年に戦闘が終結するまでに、大量の死者とセルビア人難民を生み出した。これは、 クロアチア軍がセルビア人自治区を襲撃し、迫害を避けるためにセルビア人はユーゴスラビア地域へ退避移住せざるを得ない状況に陥ったことによる。破壊を避けるために先祖代々の墓も退避せざるを得ない悲劇であった。移住せざるを得なかったセルビア人は二十万人以上と言われている。その地域をクロアチア人居住区として併合することにより、 民族浄化路線を完了させる。なお、クロアチア政府は1992年以降、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争にも介入し、セルビア人勢力やムスリム人勢力と共に戦闘、民族浄化を繰り広げた。1990年の憲法制定以来、クロアチアは民主主義を標榜している。1990年から2000年までは、反大統領制、 それ以降は、議員内閣制を採用している。国家元首である、共和国大統領は直接投票による選出で、任期は5年、憲法上、他選は禁止され、最長でも2期までと定められている。大統領は、軍の最高司令官であり、議会の同意のもと、首相を任命し、国家元首として、外交政策に影響を及ぼしている。ザグリブの大統領宮殿のほか、 秘書地のブリユニ島と、フバル島に邸宅を所有している。議会、サボルは2001年まで二院制を取っていたが、上院、衆議院が廃止され、現在は一院制である。サボルの議員定数は100から160人の可変で、比例代表制によって選出される。任期は4年。本会議は1月15日から7月15日までと9月15日から12月15日まで。 行われる2011年12月4日、議会、一員制、定数151選挙が行われた。暫定集計結果、開票率約70%によると、野党、社会民主党を中心とする、中道左派連合の予想獲得議席数は78、で、政権交代が確実となった。一方、与党、中道右派48議席にとどまり、大敗した。 政府、ブラダは二人の副首相と14名の閣僚を率いる首相を主犯とする。行政機関は予算案、法案の策定に責任を持ち、共和国の外交、内政を実行する。政府肯定はザグレブのバンの宮殿、クロアチア社会主義共和国時代には大統領府である。クロアチアの欧州連合、一家 EU とする加盟交渉は2005年中に スケジュールが組み立てられ、2008年1月に発足した、サナデル内閣は2010年の EU 加入を目標とした。ただし、クロアチアの加盟交渉の開始にあたっては、オランダのハーグに設置されている旧ユーゴスラビア、国際戦犯法廷から訴追されている、クロアチア軍退役将軍アンテコトビナの同法廷への渡しが条件となっていた。これに対しては、 クロアチア国内の民族派からの抵抗が大きく当初2005年3月に予定されていた加盟交渉の開始はこの条件が満たされないことを理由に見送られることに行った。同年10月3日から行われた EU 緊急外相会議においてトルコ及びクロアチアに対する参加交渉の開始をめぐる議論が行われ、翌4日にクロアチアに対しての加盟交渉の開始が決定された。 当初クロアチアの加盟交渉開始の障害となっていたアンテゴトビナは同年12月初頭にスペインのカナリア諸島で身柄を拘束されハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に移送された欧州委員会はクロアチアとの加盟交渉を終了し同国の EU 加盟を加盟27カ国に提案する方針を2011年6月に固めた 2012年1月22日の国民投票で3分の2の賛成を得、議会による EU 加盟条約の批准を経て、2013年7月1日に、クロアチアは正式に EU に加盟した。28番目の EU 加盟国であり、旧ユーゴスラビア構成国家での中ではスロベニアに、続く2例目となる。クロアチアは20地方、ズパニージェー、ジューパニア、 単数形と位置直轄しクラッと単数形に分かれる。クロアチアの国土は大まかにの四地方に分かれる。ドゥブロブニク地方は、ボスニア・ヘルツェゴビナのネウムによって分離され、飛び地となっている。他国を通過せずに移動できるようにするため、ドゥブロブニク側から伸びる、ペリエシャツハンとクロアチア本土との間に、長大橋の建設計画が存在したが、 その後計画は中止された。陸路、航空路、水路交通は次のように整備されている。クロアチアの交通はザグレブ中心なのでザグレブ交通に生じずされている。国道には1号線、オーストリア国境ザグレブスプリト、3号線、ハンガリー国境ザグレブリエカ、8号線、リエカザダルスプリトとブロブニクモンテネグロ国境などがあり、高速道路は A1 ザグレブザダルスプリトプロゼ A2 オーストリア国境ザグレブ A3 スロベニア国境ザグレブスラボンスキブロドセルビア国境 A4 ザグレブハンガリー国境イコールなどが近年急激に整備されてきた都市間の移動には中長距離バスが利用されていて便利である市内の移動にはバス、路面電車ザグレブなどタクシーなどが利用できる ユーゴスラビア鉄道が解体された後の、クロアチア鉄道、国有鉄道が運営している。主な路線には、ザグレブビンコブツイ、ザグレブオシエク、ザグレブリエカ、ザグレブスプリトなどがあり、さらに隣国のオーストリア、スロベニア、ハンガリー、セルビアなどへの国際列車も多い。クロアチア航空がある。空港は、ザグレブ、ザグレブ国際空港、リエカ、 スプリト、ドブロブニクなどにあり、各社の航空機が発着している。ディエカ、ザダル、スプリトに大きな港があり、アドリア海では、ヤドロリニアや、ブルーラインインターナショナル、スプリト、アンコーナなどの海運会社も活躍していて、アドリア海に面した有名観光都市、ディエカ、ザダル、スプリト、ドブロブニク、及び諸島へは、各社の豪華客船の寄港も多い。ブコバル、 ドーナウ川、スラボンスキブロド、サバ川などでは川も利用されている。2013年の GDP は、約574億ドルであり、日本の山口県とほぼ同じ経済規模である。一人当たりの GDP は13,401ドルで、旧ユーゴスラビア諸国の中ではスロベニアに次いで2番目に、高く、隣国ハンガリーを若干上回る。クロアチアの工業は、 同国の経済において補助的な役割しか果たしていない。原油104万トンと天然ガス74000ジュールは同国のエネルギー消費量の数パーセントを賄うに過ぎない。金属鉱物資源は産出せず、塩などが見られる程度である。住民はクロアチア人が90.4%である。その他セルビア人が4.36%。 ボシュニ人が0.7%などとなっている。クロアチアにおけるクロアチア人の割合はクロアチア紛争以降高くなっており、クロアチア紛争によってクロアチアに在住していたセルビア人の多くが難民としてクロアチア国外に退去したか、あるいは死亡した一方でボスニアからのクロアチア系難民が多く流入したもの、取られている。民族浄化の最も成功した例と言える。 言語はクロアチア語のラテン文字が公用語であり、広く使われている96%。一部セルビア語を使う者も,もいる1%が、この2つは文字が違う。セルビア語はキリル文字とラテン文字を使用度でほとんど同じ言葉であり、その違いは日本語の標準語、東京地域と大阪弁の間の違いよりも小さいと言われる。実際、旧ユーゴスラビア時代は、 セルビア・クロアチア語という一つの言語とし、扱われていた。宗教は大部分がローマ・カトリック、中心はザグレブ大聖堂である86.3%、残りはセルビア正教会が4.4%、イスラム教が1.3%、プロテスタントが0.3%などである。ネクタイはもともとクロアチア人の風習であったことから、 ネクタイを刺す言葉が各国語でクロアチアを互換に使っている例がある、やなど。クロアチアの民族音楽は地域によって大きく異なる。北部では旋律やリズムがハンガリーと似ているが、タンブリッツァニよるル奏がクロアチア的であるとされ、バイオリン・チンバロムといった構成はあまり使われない。また、リズムにハンガリー民謡のようなシンコペーションは見られない。男性合唱による クラパは、ダルマチア地方では、今でも、盛んに行われていて、観光客もよく耳にする。また、1919年に創立された、ザグレブ四重相談も名高い。クロアチア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が6件、自然遺産が1件ある。サッカーはクロアチアで、最も人気のスポーツである。旧ユーゴスラビア時代から、 多くの名選手を輩出している。サッカークロアチア代表は 1998FIFA ワールドカップで初出場ダボールシューケルが得点王に輝くなど初参加ながら三位という好成績を収めた。プルバエ HNL を筆頭とした国内リーグもあり、中でも首都のチームリナモザグレブは旧ーゴ以来の強豪ある。2018年に行われた FIFA ワールドカップロシア大会では 準優勝を達成した。多くの NBA 選手を輩出している。代表は独立後の1992年に結成。初めてのオリンピックとなったバルセロナオリンピックではマイケル・ジョーダン、マジック・ジョンソンらを擁する初代ドリームチーム相手に決勝戦で敗れたものの、初出場で堂々の銀メダル獲得。この2年後の1994年世界選手権でも、 銅メダルを獲得。バスケットボール、欧州選手権、通称、ユーロバスケットでは、1993年と1995年に、銅メダル獲得。しかし、この後1996年のアトランタオリンピックで7位に終わった後は、長らく低迷が続いた。2008年の北京オリンピックで、アトランタオリンピック以来のオリンピック出場を成し遂げ、 再び復調の兆しを見せている。テニスが盛んで、世界ランク2位を記録したゴラン・イワニセビッチから、イワン・リュビチッチ、イボ・カロビッチ、マリオ・アンチッチ、マリン・チリッチと常に、超新のビッグサーバーを排出す、テニス大国である。2005年には、国別対抗戦である、デビスカップで、イワン・リュビチッチ、マリオ・アンチッチの二人を中心に、見事世界一に輝いている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。